国民防衛隊は2012年夏以降に結成されシリア内戦中にシリア政府がシリア軍の非常勤の死亡予備役兵として組織化した親政府派民兵組織国防軍とも NDF は様々なシリアの県の部隊から構成されており各部隊は様々な理由から反体制派と戦うことを望む地元のボランティアで構成されている 内戦初期に精鋭部隊を除くシリア陸軍は兵士の脱走の多発に悩まされた結果、司令、兵隊や気候、砲兵戦力などの専門職はシリア陸軍が担う一方、不評戦は NDF が担うという役割分担がなされていると考えられる。NDF は一般的にはシリア民主軍とは良好な関係を築いているとされている。2018年2月20日に NDF の大隊は、アフリンに対するトルコ主導の作戦に対抗して、アフリン軍を自発的に支援した。2013年の初頭までに、シリア政府は、人民委員会の数百人の民兵を新たなグループ、国民防衛隊のもとで、正式化、職業化する措置を取った。目的は親政府派民兵組織から効果的で、地元に根差し、指揮健康な部隊を創設することだった。 シャビー派部隊とは対照的に NDF は政府から給与と軍事装備を受け取った。NDF の創設以降、シャビー派のメンバーはその構造に組み込まれている。多数の新兵が自分たちの家族が反体制派グループによって殺害されたためにグループに参加したと語った。アラビー派の一部の村は徴兵的例に達したほぼ全ての男性が国民防衛隊に参加した。 スワイダー県のドゥルーズ派のような人々は、イラク・レバントのイスラム国から彼らの土地を守るために参加した。2015年6月下旬には、シリア政府は誘拐、処刑、略奪を行い住民を苦しめている、アイスエルに対抗する、この県の市民を武装させ始めた。地元の人間は有名なゴラン連隊を含む、この県の大規模で強大な n d f の構成部隊になった。 NDF の設立は、イランのゴドス部隊の指揮官、ガーセム・ソレーマーニーによって、個人的に監督された。シリアの治安当局者は、彼らは、イランとヒズボラからの援助を受けており、両者ともイランのバスイージのモデルに沿った NDF の形式化において、重要な役割を担ったと語った。NDF の新兵は、シリア、レバノン及び、イラン内の施設で、 イスラム革命防衛隊とヒズボラの指導員から、都市ゲリラ戦の訓練を受けており、この提携は2015年4月時点でそのまま残っている。イランは近隣の既存の民兵組織を一つにまとめ、ヒエラルキーを機能させ、彼らにより良い装備と訓練の提供に貢献した。アメリカ政府もイランが、自国の民兵組織は水位時のモデルでこのグループの立ち上げを支援し、 一部のメンバーはイランで訓練を受けるために送られたとも述べた。国民防衛隊は反体制派と直接地上戦を行う不評の役割を担い、兵団と砲撃支援を提供するシリア陸軍と共同で対反乱作戦を実行しているほか、特殊戦力士団、共和国防衛隊、第四機構士団等の精鋭部隊が奪還した地域の防衛を担っている。 国民防衛隊の兵力は2013年6月時点で6万人と報じられており、8月までに10万人に増加した。NDF は基本的に遅延的宗教的な中隊に基づいて組織される。その構成員は、シリア政府の支持基盤であるアラウィー派、キリスト教徒、ドルーズ派、イスマーイール派、ジューニーマーム派、スンニ派世族層に属する人々であり、 シリア政府に忠実である。部隊は主に彼らの地元のエリアで活動するがメンバーは陸軍の作戦に参加することもできる。NDF のメンバーは地元の人間として地域のことを多く知っているため大半の戦闘を行っているとも主張されている。匿名希望のホムスの士官は陸軍はますます平坦と司令の役割を担う。一方で NDF の戦闘員は 地上戦を担うようになっていると語った。内戦初期に一般部隊からの兵士の脱走問題多発に苦慮したシリア陸軍の士官たちは、不評作戦を実行するのに徴兵された正規軍よりも指揮権法で忠実とみなしている NDF の非常勤士願兵をますます優先するようになっているが、NDF は基本的に土着の傾向が強く地元以外の 戦線での従軍に対する抗議が発生したこともある。報道によれば、2015年2月時点で、国民防衛隊は、県の指揮官のもとで、組織されており、ゴッサンネスは順調だと報じられている全国、調整官によって緩やかに監督されているが、後の情報源では、エウォッシュ、モハメットの名前を報じた。地元支部は、自律的に行動し、 県と同水準でないが少しの統一性は存在する。県支部はそれぞれ上級将校によって指揮されていると見られる。2013年1月以降、NDF は国防のメスジ氏と呼ばれる500人の強力な女性たちの派閥があり、ゴムス地区の検問所を運営している。女性たちは、カラシニコフ銃、銃器関銃、手榴弾を使えるように訓練され、 検問所を襲撃し制御するように教育されている。訓練期間は個人が基礎戦闘、狙撃、または重砲のために訓練されているかどうかによって2週間から1ヶ月と異なる可能性がある。ありがとうございます。